衆議院議長は日本の国会、衆議院の議長。衆議院において秩序を保持し、議事を整理し、議員の事務を監督し、衆議院を代表する職。なお、本記事では、衆議院議長の職務を代行する職である、衆議院副議長や仮議長についても述べる。衆議院議長、中央が衆議院議長席参議院を代表する参議院議長とともに、 立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり、衆議院議員の中から一名議員によって選出される。衆議院議長及び参議院議長は立法機関の長として内閣総理大臣、最高裁判所長官と並ぶ三権の長の一角である。 首相及び最高裁長官の就任には、天皇からの任命が必要であるのに対し、議長はこれを必要としない。栄転に関しては、歓迎上議長経験者は死去の際に、十二位、東華大受賞に上されるが、これは、正二位、大勲域課大受賞に上される、首相経験者より一段格下の扱いとなっている。一方、法律上の報酬額に関しては、議長は、 月額218万2000円であり、月額207万1000円の首相及び最高最長官を上回っている。議長は、その重大な職権にもかかわらず、官令上事故の判断により、権限を行使する機会の少ないポストであることから、正解においては事実上の名誉職、上がりポストと見られている。戦後間もない1948年には、 衆議院議長職経験を持つ山崎武氏が主犯候補とする山崎主犯構想があったり戦後日本政治の過渡期には衆議院議長経験者がさらなる権力意欲を目指して政権要職に就任する例は珍しくなかった衆議院議長に就任した堤康次郎しかし戦後日本政治の過渡期が過ぎてからは衆議院議長は 長老閣の政治家が最後に就任する上がりのポストとされてきた。また前尾重三郎や坂田道田は衆議院議長退任後に首相就任の声がかかった際に議長経験者が首相になるのは国会の権威の上から良くないとして辞退したこともあり、衆議院議長経験者がさらなる権力欲を目指すことは慎むべきとする風潮が浸透していった。 衆議院議長候補に挙げられた二階堂進や小渕慶三は首相職に意欲を示していたために議長就任を断っている。自民党やかつて存在した民主党では衆議院議長経験者を首相経験者とともに最高顧問として偶するなど公的な席や政界において三権の長の経験者として高い格式が与えられている。一方で 前述のように戦後日本政治の過渡期時代には、議長経験者、山崎武氏が首相候補に犠牲られたり、過渡期が過ぎた後も、土井か子と渡抜田美助が衆議院議長職経験後に、小政党の党首に就任し、主犯指名選挙で票を得た例があった。なお、衆議院議長を経験後に、内閣総理大臣になったものは存在しない。一方、 内閣総理大臣退任後に衆議院議長に就任した人物として、紫原喜重郎がいるが、旧憲法と新憲法の時代をまたいでいる点に留意する必要がある。なお、日本社会党、民主党出身の副議長のうち、副議長経験後に党首になったものは存在しないが、国会対策委員長や国務大臣に就任した例がある。自民党で、 政府議長を独占していた時代における副議長はキャリアパスであり、その後に党幹部や閣僚に就任した例も多い。衆議院議長の職については、1947年制定の国会法により、両議員に共通した規定と衆議院規則による衆議院独自の規定とがある。衆議院議長の選挙は議会召集日、または議長が不在の場合において、 集会した議員が総議員の3分の1に達した後で事務総長による議長の職務代行の下で行われる。議長選挙は無名投票であり、半数を得た者を当選人とする。投票の過半数を得たものがない場合は、投票数上位2人について決選投票を行い、2人の得票数が同じ場合は、くじで決定する。議長、副議長の選挙の流れでは、 事務総長のこれより天候を命じますの宣告で投票が始まり、三時の指名天候で呼ばれた議員から時計回りで壇上に上がり、寄札の名刺を三時に渡した後に票を投じる。壇上には三次が2人おり、一人は寄札の名刺を受け取り、目盛りのついたケースに積み上げる。もう一人は投票用紙を渡して票を投じる。投票終了後、事務総長が 投票漏れはありませんかと投票漏れがないか確認し、なければ事務総長の投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖、開票。これより名刺及び投票の計算並びに投票の点検を命じます。の宣告が入る。最初に3時3人で名刺の計算を行い、事務次長に集計を記録。続いて投票箱を閣僚席後のテーブルに持っていき、 10名の3時により開票作業が行われ、最後に集計を行う。そして結果が記載された用紙を事務次長から事務総長に手渡され、事務総長から投票総数、名刺の数の符号の有無、本投票の過半数、無効票の有無が報告された後、投票の結果が報告される。事務総長自らの結果報告に続き、右の結果、衆議院規則第8条により、君が、 議長に当選されました。と宣言する。慣例として議長は与党第一党、副議長は野党第一党の長老議員から選出される。また、1973年5月29日以降、慣例として政府議長は会派を離脱し無所属となる。ただし議長、副議長の職を離れた後は出身党派に復帰することが通例。自由民主党の決闘以来、 常に与党でありかつ比較第一党である自民党出身者が全会一致で議長に選出されてきたが、1993年の与野党逆転の際、連立与党第一党である日本社会党の土井、高子と比較第一党である自民党の奥野誠介のどちらを議長とするかという調整がつかず、異例の競合投票によって土井が議長に選出された。この際日本共産党は、 自党議員の山原健次郎に投票し、連立与党、自民党のどちらの主張にも組みさない形となった。なお副議長は自民党から鯨岡氷助が出され、これについては全会一致が踏襲された。副議長選挙は第二会派から出すことが慣例となっているが、2000年7月の副議長選挙においては、与党側が渡辺光三を、野党側が石井はじめを押して、 対立選挙となった。この時の議長選挙において野党側は渡ぬ田美助に投票せずに白票を投じている。政府議長の任期は衆議院議員の任期と同じである。解散によってすべての衆議院議員が地位を失うと議員の一人である議長も当然にその地位を失う。衆議院議員総選挙が行われた時は 直後に招集された国会の最初の本会議で議長の選挙が行われる。なお、議会が自ら選任した役員を解任するには、国会法など議会法上に特段の定めがある場合を除きなし得ない。現在、国会法は常任委員長についてのみ、解任規定を置いており、議長に対しての不信任決議は法的拘束力を有しないとされている。 衆議院議長公邸、参議院議長公邸が隣接する。日本国憲法による衆議院の優越とは別に、立法府の長としての衆議院議長は参議院議長と同等の資格であり、歳費などの具体的な待遇もすべて同一である。また、議長、副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。なお、衆議院議長は自衛隊を公式に訪問しまたは、 視察する場合その他防衛大臣の定める場合において栄誉令を受ける栄誉令受令資格者に定められている内容国会法第19条は各議員の議長はその議員の秩序を保持し議事を整理し議員の事務を監督し議員を代表すると定めており議長の権限には議員秩序保持権議事整理権議員事務監督権 議員代表権があるが、国会法や議員規則などに規定されている議長の、所権限はすべてこれらのいずれかに属するとされる。なお、議員秩序保持権の中には、議事整理権の発動としての面を持つものもある。議員秩序保持権議員秩序保持権には、議員警察権などが含まれる。議事整理権議事日程の決定や委員会への付託の、ほか 議長決裁権などもこれに含まれる。事務監督権代表権がを、皇室転半第28条により、衆議院議長及び副議長は、皇室会議の議員として、皇室経済法第8条により、衆議院議長及び副議長は、皇室経済会議の議員といて、それぞれ指定されている。また、衆議院議長は、人事官団外の訴追については国会を代表する。 議事整理権をめぐる論点衆議院で議長が参会できるときは議場を整理しがたいとき、議事日程に記載した案件の議事を終わったとき、参会動議が提出されて賛成されたときである。しかし、2002年12月10日、渡岐田三助議長が決算採決という議題がまだ残っているにもかかわらず、参会宣言を行った。これは、 議事進行原稿を一気に2枚にめくったことが理由とされる。議長は宣言後に議題が残っていたことに気づいて3回の無効を宣言したが3回は有効とされた。結局、決算採決は12日に行われたがその際に本会議冒頭で綿抜議長は10日の議事において不手際があったことを陳謝した。後にこの事件は2004年6月5日。 参議院本会議で議長席についた副議長による参会宣言の有効性に関して議長による参会宣言の例として引用されることがある。これには参会の取り消しの手続きが異なる衆議院の前例は参議院の慣例に縛られないなどの反論がある。議長に事故がある場合または議長が欠けた場合は議長の職務は副議長が行う。 本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て、右脇には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は、自らの議席で審議に参加する。この場合、官令、宣令により、議長が投票をしない案件であっても、議席の副議長は、他の議員と同様採決に参加する。副議長も事故がある場合は、 仮議長選挙または議員の委任により議長において選任して議長の職務を行わせることになっており最年長議員を仮議長に指名する慣例となっている。副議長または仮議長が議長の職務を行う場合、自称、多少は単に議長となり、副議長は副議長においてのような呼び方はしないのが慣例である。なお仮議長の選挙の場合や、 議長もしくは副議長が欠けたためその選挙の必要がある時に副議長もしくは議長に事故がある場合議長及び副議長が共に欠けたことによる選挙の場合においては事務総長が議長の職務を行う帝国議会時の衆議院議長の行員貴族院議長の行員やその他行政で使用されていた行員とは違い陰国となっている帝国議会時代は 衆議院本会議で議長及び副議長はそれぞれ選挙を行って候補を上位3人に絞り3人の候補の中から直任していた。この投票は無記名投票で投票用紙に3名を連記する方法で行われ候補者中に過半数に達しないものがあるときはさらに決選投票が行われていた。実際の例では 本会議における選挙で最も得票を得た第一候補者が直任される例であった。衆議院議長及び副議長の任期は議員の任期によるとされていた。各議員において議長に故障のある時は副議長がこれを代理することとされていた。議長副議長仮議長1927年3月25日の仮議長選挙については、 全員委員長不在のため出席年長議員、加藤正之助が議長席につき議長の職務を行った。1946年8月22日の仮議長選挙については全員委員長、大久保と目次郎が議長席につき議長の職務を行った。議長副議長仮議長、ありがとうございます。